え、これ初めて聞いたかも。これもう本当にぶっちゃけていい。あ、もう本音でいいんじゃない。本音でいい。こんにちは、相馬コーチです。たくみコーチです。今からたくみコーチに質問を5個していきたいと思います。イエイ。質問ね、質問を5個。質問コーナーね。で、まず今回のところではサッカー関連、サッカーに対する質問、サッカーに対する質問を5種類、まあ、5個、ね、5個ね、してて、まあ簡単に答えてもらう流れでやっていきたいと思います。はい、早速早速じゃあ1つ目の質問、1つ目、まず簡単な自己紹介を。自己紹介、それは何、サッカーのなんかそういうのも言った方がいいってこと。あ、まあサッカーだったりとか年齢、出身。あ、で、まあ僕は、まあ、20あれ俺27歳で、27歳でサッカーは幼稚園からずっとやってるから、幼小中高大何年か、20年ぐらいサッカーやってるのかな。高校は浦和東高校っていう本代表の川島英二。使うな、よくそれ。そう、その話。まあそれしかないから、他はまあいるんだけど、プロの人。まあでも多分一番お金が安いのがそこだから、川島英二選手がいる高校に行って、まあで大学は、まあ、千葉の国際武道大学っていうところで、まあ、サッカーをやってました。ありがとうございます、はい。さあ2個目、サッカーを始めたきっかけ。そう、サッカー始めたきっかけは、僕実はお兄ちゃんがいて。実は知らない、隠だって知らないでしょ、多分みんな言ったことあんまり。みんなは知らない。そうそうそう。え、知ってた？知ってる。あ、そっか。俺5歳上のお兄ちゃんがいて、でお兄ちゃんがサッカーやってて、でなんかお兄ちゃんがサッカーやってるチームに入ろうみたいな。でも幼稚園の時もサッカーやってたんだけど、幼稚園の時にお兄ちゃんサッカーやってたから、そのなんかあれでつながりでサッカーやって、ちゃんとサッカー始めたのはそのお兄ちゃんが入ってるチームに入ったから、まあお兄ちゃんがきっかけだから。最初サッカーが好きで始めたとかじゃない、半ば強制でとりあえずサッカーやらせとけみたいな。兄弟あるあるね。そう、兄弟あるある。お兄ちゃんのどこに連れてかれて。だからサッカーにぶっちゃけ限らず水泳も一緒だった。習い事はね、全部お兄ちゃんが行ってる場所に行ってた。なるほど、っていう感じ。なるほど、なるほど。まあよくあるパターン。よくあるパターンの。そうそうそう。何にもここ面白くないっていう。じゃあ好きなサッカー選手。好きなサッカー選手。なんかこれすごいざっくりとした質問なんですけど、例えばまあ2人でもいい、攻撃的なポジションの選手とディフェンス的な。サッカー選手2種類でもいいし、俺はこれなんだっていう1人がいれば。まあ俺1人は長谷部で、なんでかって言ったら真面目か。そう、まあ真面目じゃん、みんなに頼られてるというかさ、まあ、サッカーが上手い、まあ上手いんだけど、もちろん人間性が素晴らしいよね。だから長谷部が好き。これ初めて聞いたかも。そう、俺長谷部好き。あの人間性は、俺もなんかああいう風になってみたいし、ああいう人とだったらなんか一緒に仕事してみたいなとか思う。で、サッカーの好きなサッカー選手か。プレースタイルとかね。プレースタイル、人間性じゃん今の。人間性だね、そうそうそう。プレースタイルはいないならいないって言おうよ。いないかな。まあなんかあんまサッカー、いねんかい。あ、でも最近フロンターレの三笘って選手がめっちゃうまいなって思ってきた。知ってる？めっちゃうまくない？めっちゃうまい。めっちゃうまいよね。三笘は注目してほしい。もうしてるよ。この動画出る頃にはもうしてるよ。三笘って選手、まあ知らない人いたら三笘。薫だっけ？あのワイプでちゃんとこう三笘のあの画像出してて、三笘この人ですって。三笘、ね、日本人で注目してほしいから三笘。あと横浜 FC めっちゃいるな、めっちゃいるな。横浜 FC の名前忘れちゃったんだけど、名前忘れた人を好きになるな。フォワードの人なんだけど、若い人、わかんない、忘れちゃった。じゃあ後で調べといて。の人もドリブラーだけどめっちゃうまいぐらいかな。好きなの本当にそれ。好きじゃない、注目してほしい。なんやそれ、質問と答えになってないの。好きなサッカー選手の曲言っていないもん俺。誠オンリー。誠が好き俺は。人間性がね、やっぱああいう人間になってほしい、みんなも。なるほど、うん、以上、長谷部選手ということで。長谷部選手。じゃあちょっとまた変わるんですけど、スクール中、まあ、僕らはサッカーコーチとしてやってる中で、はいはいはい、スクール中に、まあ、意識してること、すごいざっくりなんですけど、これも意識してること、例えば公言してるのは歩く闘魂、まあだから、まあ、気持ちの部分で、ね、そう、戦う魂って書いて闘魂だから、そういう部分を聞いてみたいなっていう。オッケー。これ結構本当にすごい大事にしてることで、もちろんサッカーうまさってすごい大事だと思うの。究極のとこまで行くとサッカー上手い人ってくっさるほどいるじゃん。で俺も学生時代とかにもずっとサッカーやってきて、サッカー上手い人見てきたけど、最終的に試合に出たりしてる人ってサッカーは上手いんだけど、その人より上手い人はいっぱいいるのね。で何が違うかってメンタルのことや。じゃあ例えばコーチから理不尽なこと言われても、まあ、ちゃんと最後まで、まあ、文句はちょっと言ってるけどちゃんとやったりする。なんだかんだね。そう、なんだかんだやる人とか。でも本当にじゃあ例えば最後試合出てなくなっちゃった人とか、消えてっちゃう人っていうのはやめちゃったり、もうなんか誰かのせいとか何かのせいにしてやめちゃう人。
だから俺はスクール中に意識してるのはサッカー別に上手くなくていいと。だけど大事なのは何事もやっぱ最後までやってほしい。サッカーが上手くなるのはもちろんなんでね、サッカースクールだから。だけど人としてやっぱ強くなってほしいってので、かっこいい大人になってほしい。ダッサいお人になってほしくないの。人のせいにしたりとかさ、なんかのせいにしたりとかさ、あいつがどうとかさじゃなくて、そういう風な気持ち的に強い人になってほしいから、俺もことで丸く突破って言って、こういう人だよっていうのでやってるって。だからサッカーの技術ってよりはそういうところの方が俺どっちかって強くなってほしいから。まあもちろんサッカーも教えるけど、もちろんサッカーだ、サッカー教えるコーチなんていくらでもいるじゃん。そことそれプラスそういうところかなって。まあ最後5個目、はい、今ちょっと似てるんですけど、好きな女性のタイプとか全然聞いてない、興味ない全然興味ない好きな女性のタイプとか聞かない。いや多分視聴者の人は、いやそれはさ、あ、それ今度ね、今サッカー編だから。オッケーオッケー、とりあえずごめんごめん、ちょちょ入れてごめんなさい。とりあえずサッカー編だから最後ね、最後、いわゆるすごく便利な時代、あーまあね、スマホとかね、情報が仕入れられて、その中で子供たちだったりとか、これを見ている視聴者の保護者の方たちに対して思うこと、え、これもう本当にぶっちゃけていい？あ、もう本音でいいんじゃない？本音でいい？だってもう嫌われてるチャンネルだから。確かに本音でいい？好感度上がんない。これ俺結構、しかも最近思うことに、俺は子供じゃなくて大人に言いたいんだけど、てかまあもう保護者、まああとは見てる指導者の人とかも言いたいんだけど、あの子供の可能性を自分のなんかその価値観で決めないでほしい。例えば私の子にこれできますか？え、私の子これ無理ですよねとか、あ、できるかできないかをなんで大人が判断すんのみたいな。で、もっと言えばできないじゃん、そんなみんな最初から、最初からできる人って多分いないから、そのやってみないと分かんないのに やらせてあげないみたいな。もう最初から、あ、できない、私の子できないからちょっとやめときますみたいな、ってのがすごいもったいないし、すごいなんでそういうことしちゃうのかなって思う。だからなんか確かにそのお金のかかることだったり時間のかかることだったら、確かにやってみてできなかったら無駄になるかもしれないけど、その頑張り自体は無駄じゃないじゃん。逆に言ったらさ、俺らがさずっとサッカーやってきた時間なんてさ、もっと違うことやったらもっとさ、なんだろう、まあね、たらればね、そうなるじゃん、無限だから。そうそうそう、だからさ、サッカー好き一生懸命やってるってなったらさ、やってもよくないみたいな。親が決めるんじゃなくて、なんか子供がサッカー一生懸命やりたいって言ってるから、とりあえずやらせてあげてほしい、サポートしてほしいよね。そう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 、一番のサポーターで子供の可能性っていうか枠で、結局枠を親がこう制御しないでほしい。こんぐらいの枠で、あ、この私の子にはこんぐらいしかできませんじゃなくて、もうでっかい枠にしといてあげて、どこまで伸びるかみたいな、どこまで成長できるかみたいなのを、まあ、我慢して楽しんで見守ってあげてほしい。わかる、すごいわかる、まあそんな感じですよ、俺が思うのは。親と子供には、まあ、お互いがお互い理解してやってもらえればいいかな。今回はこういう僕から匠コーチへ個々の質問っていう形で動画を撮らせてもらったんですけど、はい、コメントで質問、今回はサッカー編、サッカー編として5個やったんですけど、例えば、匠コーチの女性関係5個聞いてみたみたいな。使えないよ、なんで全然そういう変な話しなきゃいけない。まあまあね、好きな女性のタイプとかさ、確かに初デートどこ行ったとかね、そう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 、そういうのを、まあやっていきたいと思うんですけど、皆さんのコメントを、募集して、それも、組み合わせながら、ね、はい、また質問っていう形で答えていければいいかなと思うんですけど、聞きたいことあったらコメントにどしどしお願いします します。以上、どしどし以上、それではありがとうございました。ありがとうございました。